刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の和の時間ですね。皆さんお元気で頑丈してましたでしょうか、ね、嘘のような本当の和、この和はお話という漢字、それから和になってみんな健康だといいねっていう和、それからわっと驚くようなお話、嘘ってお話が今週も出るんでしょうか。 MC は私土井秀人がお届けしていきます。はい、この番組ね FM ギノワンから30分、お届けしてまいりますけれども、何か番組中で気になったことね、お問い合わせがありましたら797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com、 もしくはお電話で、え、あれって何言ってたの、何のことっていうね、お尋ねいただけたらと思います。はい、スマホでねラジオを聞く場合、アプリリスラジカマイチューナーレディオをダウンロードしていただけたら、いつでもこのラジオを楽しむことができます。そして YouTube でもね、ご覧いただけます。アーカイブをご覧いただけますので、ぜひ FM ギノワン嘘というようなね形で検索していただけたら、いっぱい今までの収録が出てきますので楽しんでくださいね。はい、今週もねお届けしていきましょう。東京からはるばるいつもねお越しいただいております WO イーストの北条正弘さん、おはようございます。はい、おはようございます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今週はねちょっと久しぶりの、ゲストさんで、オリオンビアのね T シャツがもうしっかり馴染んでおるんですけども、皆さん最近ここね1ヶ月2ヶ月やっぱりねコロナ明けといっては古い話のようなんですけど、あのオリオンの T シャツ着た方々が、この辺りいっぱい歩いてるんですけど、まさにドンピシャ観光客そのもののね、お迎えしております。東京からトトロのメイさん、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。トトロですね。トトロね、はい、トトロだとなんかあの結構美味しい好きなんですけどね、はい、あのアレルギーある方もいらっしゃるようなお芋吸ったやつね。トトロのメイさんね、お久しぶりですね。お久しぶりです。お元気でしたですか。はい、はい、ね、おってるしていて皆さん聞こえてますでしょうか、ね、メイさんの声届いてますかね。か細いですか。大丈夫、多分、はい、はい、マイクに近くでお届けしてますけども、はい、メイさんね、あの前回どうだ何ヶ月か前に出ていただいて、どうだろうな、いろいろとドクター水素ボトルのお話も伺ったんですけれども、そもそもねメイさんがその水素ボトルに出会ったきっかけって何でしたっけ。きっかけはその、まあ、北条さんにあのまあ、いろいろアルバイトをしている時にちょっとお会いして、その際にあの軽くお話を聞いてたんですね。で水素のこと全く知らなかったので、あの全然信用はしてなかったんですけど、話を聞いていくうちに、あ、これは本物だと思って、で私も実際に使うようになりました。それはお話を聞いてから結構すぐです。いや、1年ぐらい経ってたと思います。そんなに疑い深かった。信用されるまで1年かかっております。これなかなかこう真似に見るの長さですよね。ちょっと慎重な性格でして。あれ、看護師さんもされてたんですか。の資格は、はい、ね、取得してます。はい、そうです。なんかすごく近しいあの距離感のような気がするんですけどね、水素っていうとね。そうですね、うん、ただ あまり現場で使われているものではないので、うんうん、聞いたことはあるけど実際詳しくは知らないが正しいですね。ねえ、慎重なメイさんのコメントを拾ってですよ、北条さん、はい、医療の現場でちなみに、水素ガスの吸入という部分ではどうでしょう、だいぶ広がりつつはある。そうですね、まあ、いろんな形で使われ始めていますので、例えば心臓が止まっちゃった方 あの呼吸をね再開させて、でそれを病院に連れていくときに水素を吸わせながら連れていくと助かる命が2倍に増えたっていうことで先進医療の中に入ってきたりとか、あとまあ手術の際に例えば心臓を止めてするようなあの手術の場合ですとね、25分以上血液止めるとそれ以降は活性酸素が体に大量に湧いてしまうので、なんていうかな、まあ、脳が
障害を起こしたりとかするんで、その血液を再び流し始めるときに先に水素を流してから血液を還流 再還流させるっていうようなことも医療で使われ始めてきたり、まあ、いろんなシーンで水素は活用の仕方がもうすごく多岐にわたるので、まあ、そんなことも医療の中に入ってきてますね。なるほどですね、うん、そういう傾向にある中で、まあ、それでも、ね、信じてみたらどうでした？ご自身はメイさんは何か変わりましたか？私自身はその花粉症が、まあ、沖縄ないと思うんですけど、うん、花粉症がほぼ出なくなったっていうのと、あとはソフトボールをずっとやってたんですね。6年間やっていて、でその看護実習っていうのも相まって座骨神経痛が月 2,3 回出てたんですね、うんうん、で下半身しびれてきた。そうです、腰のあたりから足のつま先までずっとしびれていて寝れないぐらい痛かったんですけど、それが全く出なくなりました。お、姿勢が悪いとたまに出るんですけど、その水素ガス1時間半ぐらい吸うと痛みが収まるんですよ、うんうん、そういう神経系もすごくいいですよね。うん、なんかよくね血流だっていう話してるじゃないですか、はい、神経と血流ってこうなんていうんでしょう、ものすごく大きな関係がありますよね、うん、もう血液が全てに関わってますので、そういう意味では例えばリンパが流れるっていうのも血液との流れの影響を受けたりするし、やっぱ血液血流が一番大きいですよね、影響は。だから、それこそねソフトボールの日本代表の人なんかとお話してると、今まで打てなかった球が打てるようになったって言い出すんですよ。そうするともうそれは脳の神経伝達速度が上がってるっていうことしか考えられないんですよね。いわゆるこう敏感に冴えてきちゃうんですよね。そう、だから球がバーンって飛んできて反応できる速度が変わってしまうっていうことが起こってるみたいで、打てなかった球が打てるようになったんですって言うんですよ。どうですかね、さん嘘っぽいですよね。パッと聞くと、これだけ聞くとそうなんですけど、ここだけ聞くとね、さすがです ね、 ね、そこだけね聞き出すとねええってなるんですけど、ね、まあでも人間は血液で動いてますから ね、 そうですね、その血流が良くなれば体のキレが変わるっていうふうに考えたら、まあ、分かりやすいかな。いや、その辺のね根本的な関連性もねちょっと頭からこう真面目に語ってしまったんですが、ちょっと CM の後ね、メイさんのお知り合いのエピソードだと聞いてみたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、ご長寿健康番組なんでしょうかね。皆さん体が良くなってくれたらハッピーだなということでね、嘘のような本当の話ということで日曜日この時間にお届けしております。パーソナリティ土井秀人です。ドクター水素ボトルの北条政宏さんと今日はですね、トトロのメイちゃんねお迎えしてますが、どうでしょう、皆さんラジオなんでちょっと様子がわからないのでレポートしますと、推定年齢メイちゃん26歳で今年7ね、そういう推定年齢なんですけど、あくまでね、そんな方がそのもう体痛めてっていうのもやっぱり脳であったりね、先ほどのちょっと驚きなんですけど打てなかったような速度だったり、その球が、血流が良くなる神経に届くことによってこう敏感になってしまうというね、驚きですよね。でもね、いろんなこと起こるんですよね。ですよね。まあ、特に経験的に言われることが多いんでね、はい、まあ、エビデンスもつい今最近になってようやくついてはきていますけども、はい、どちらかというと皆さんが体感でおっしゃることが多いですよね。ですよね。私もねついこの間ご縁あってご紹介した方が本当にねびっくりするぐらい良い方に向かっていって、うん、もう難病という本当にひどい難病だったんですけど、にこやかに過ごしてらっしゃるっていうだけでにこやかになるねという、ね、先日もね重症勤務緑症の人が
出てくれましたよね、加藤さんね。まぶたが上がらないって言ってた人がね、今めちゃくちゃ元気ですからね。ここでお会いすると信じる、本当ですか、それこそ嘘でしょ、ね、みたいな ね状態だった人がこうしてね、ラジオで元気なお声をお届けできるっていうのは本当に素晴らしいと思っておりますけど、そんなね、水素ボトルとの関係を深めていったミイさん、なんかお知り合いでのこうエピソードでしょうか、はい、ね、水素ボトルってえって思いながら試して、今もお使いになっている方、なんか一例二例ありますか？二例ありますね、うんうん、どんな人が、そうですね、まず一人目が、40代後半くらいの男性なんですね。で、車の運転中にメガネをしていないともう運転できないぐらい視力が悪い状態なんですけど、その奥様が車を運転していて助手席に乗ってたそうなんですね。で、その際メガネ外して普通におしゃべりしてたんですが、前の車のナンバーがふと目に留まって、あのナンバーって何々だよねって喋ったんですって。それを聞いた奥様が、あんたそれ見えてなかったでしょ、うんうん、っていうので視力が良くなってたってことに気づいた。裸眼で、裸眼で、ね、必ずしてなきゃ、僕もそうだったんですけど、してないとって思いますよね。本人も気づいてなかったんですけど、周りが気づいたパターンですね。なるほどね。私もどうでしょう、1年って大げさで、そんなにならないうちに確かにね、視力がすごく良くなってきたのを実感、本読むの好きなので本読んだってもうつくづく思いましたし、スマホいじっててもね感じたんですけど、うん、その方は、特に何かその目が良くなったらいいなっていう希望はもちろんあったと思うんですけど、いや、その方は目、視力の回復が見込めるっていうのを全く知らなかったんですよ。あら、知らない状態で使っていて、ただずっと体調がいいなっていうことで毎日1時間ぐらい使ってたそうなんですね、うん、でその方は3ヶ月ぐらいですね。わお。特にその方は、男性はどこかちょっともう本当に辛くてとかご病気だったっていうわけでもなかった。もともと健康な状態ではありました、うん、ただまあ、お仕事で疲れてたりとか、そういったのが癒せたらいいなっていうことで使われてたんですけど、そしたらいい副産物が生まれたということで、ね、ありますね。実際私もいます、知り合いで。目はね、よく起こるんだけど、すごくね、よかったよね、見やすくなってね。でその方なんですけど、同じ会社のその社員さんがですね、その方がちょっと体調がいいからっていうことで気になってて、水素の話聞かれたんですよ。したらその話してる中で、水素使ってるとその自律神経が整うので精神的に落ち着きますっていう話になったんですね、うんうん、それを聞いた途端に、あ、確かに怒らなくなったよねって会社で俺だけ怒ってるよって前は2人で一緒に怒ってたのにって言って、はい、カリカリしなくなったんですって。これまた証言ですね。なんでしょうね。私たちそういうのあるじゃないですか、吸入しててね、はい、まあイライラしなくなるから、それだけね、怒ったりとかしなくなるんだろうね。そうですね、不思議ですよね。なんでいや、でも多いですよ。例えば、はい、発達障害の子で多動の子なんかに、うん、お母さんが、いや、うちの子なんかもうおとなしくなんか絶対座って吸ってられませんみたいな風におっしゃるんだけど、実際吸わせてみると気持ちいいって言っておとなしく吸うようになって、でお母さんがその後子供がやっぱりイライラしなくなって、ぐずったりとかね、そのうわーってこう暴れたりとかがすごい減りましたって言ってくるケース多いですよ。だからイライラ、体自体もイライラしなくなるんじゃないですかね。それも、なんて言うんでしょう、もう少し分かりやすくこうラジオをお聞きの皆さんに言うと、血流がね、水素は血管を広げて血流、血液の流れを良くすることによって血流が穏やかになるっていうのと、それからね、あとね、活性酸素の問題もあるんですよ。夜中こう寝つけないとかイライラして目が覚めちゃうとかってありますよね。多いですね、その時にね、水素吸うとすぐスーッと寝られたりするので、やっぱりね、活性酸素も大きな影響を及ぼしていると思います。
まあ、筋肉痛は活性酸素が原因ってことはもう分かっているんですけど、それと同じようなことでイライラにつながったりするですね。短期だなって思う人っていうより、あのそもそもできればイライラしたくないですもんね。そうですね。ね、まあね、我々も逆に言うとイライラしてる時に何かこう言われるとカチンってきたりするじゃないですか。穏やかな時ってね、全然そんなの別にってなるんだけど、まあ、そもそものところにすごく影響が出るんでしょうね。ね、多いですよそういうこと。あの疲れた都会生活のお過ごしの、ね、方々にもね、コンクリートジャングル、コンクリートジャングル今通じるんでしょうかね、今のね、どう Z 世代の方々で、ね、言う今初めて聞きましたあのクリスタルキングの大都会があれ東京の歌じゃなかったってこの間知って、なんか九州の歌だったってなんか知って、九州の福岡の歌だった、なんかそう福岡がねどっか熊本か忘れたんですけど、あのもっともっとこじんまりとした大都会の話だったって言って、ちゃんってびっくりしたんですけど、多分ラジオ昨日年配の方しか分かんないネタだったと思うんですけど ね、もう還暦近い方だけだと思いますけどねいよいよ来月です私、はい、そんなわけでですね、あのお誕生日祝いを募集いたしております。赤井ちゃんちゃんこよろしくお願いします。ありがとうございます、ね、そんなわけで、皆さん一旦 CM にまたね入りたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当の話でね、ちらっとラジオを聞きの、ね、皆さんは、ま、あのそれこそ嘘みたいな信じられないような、ね、お話なんですけれども、あるいは実際に体験をされてっていう方々 のお話だったりするので、本当ですよっていうところなんですが、いかがお聞きでいただきますでしょうか、いただいてますでしょうか。はい、私土井秀人とね、北条政宏さんをお迎えしています、それと、トトロのメイさん東京からね今週来ていただいたんですけれども、だいぶ何ヶ月も前にね、お母さん、はい、ね、はい、どうですかその後。そうですね、うつ病と強迫性障害を併発していて、で母の場合はコロナ限定だったんですけど極度の潔癖症だったんですね。コロナが怖いっていう情報ばかり入ってきていて、恐怖心が芽生えて、お風呂に3時間以上閉じこもって手を洗い続けていたりとか、赤切れしててもやめられないんですよ。ただやめたいっていう気持ちは少しあったみたいで、泣きながら父に止めてくれって頼んでいたりとかで、うつ病も入っているので、家の中をパンダみたいにゴロゴロ転がってるんですね。全く動けない状態、もう食場にももう行けない状態になってしまって、でかなりひどかったので2ヶ月精神科に入院しました。ちょっとお薬が合わなかったのがあると思うんですけど、ちょっと悪化してしまったんですね。でそのタイミングでちょっと自宅に切り替えましょうっていうことで帰ってきました。でその時に水素ガス吸い始めたんですね。で多動が入ってました。ずっとそわそわしてるんですよ。で試しに吸わせてみたらそれがピタッと止まったんですよ。すごいね。で私は母に特に水素の説明せずに吸わせてたんですね。でそれをその止まったっていうことが母的にはかなり嬉しかったみたいで、そこから頑張って吸ってくれました。もうこう寝てるばっかりだったので1日5、6時間吸ってましたね。で最初はお薬飲んでたんですけど徐々に減らしていって、で3ヶ月で寛解にしました。すごいねよかったね。よかったです本当に。母も大変だったと思うんですけど、父も大変そうでしたね。そうだよね、想像がつかないもんねその人の気持ちがね。そうですね。そうか、よかったね。トータルでは結局メイさんがお母さんにおすすめして3ヶ月、トータルでは今日の今日までどれぐらいになるんですか。そこから経つともう1年ぐらい経ちますね。手放せなく。そうですね、今も普通にずっと使ってます。日常の一部になってしまっているので、
でそこからちょっと父が糖尿病なので父にも1台導入して、うん、今頑張って吸ってもらってますね。えお父さんもね、いい高校に行きますよ ね、きっとね。もちろん間違いなく、ね、そうですね。で、あの持ち運びができるので、うんうん、あの父なんでしょう、職場があの、ま、事務所だったりとか、あとは障害者支援施設をやっていて、その障害者の方と一緒に働けるのをやってるんですね、うん、で農業をやってるんですよ。でそこでショルダーバッグにぶら下げながら水素吸ってお仕事してたりとか、うん、あと車の移動中に吸ってたりとか、もうながら水素でやってもらってますね。そうやって長く吸えるのはいいですね、はい、そうですね。改めてね、ラジオお聞きの皆さん、本当に私いまだによくあるんですけど、ものすごいね、ランドセルみたいな大きい水素ガスなんか発生機械みたいなのをね、想像される方は実はすごく多くて、私の周りにもね、沖縄にも、あ、それだったら持ってるよ、これぐらいのやつでしょつって、こんなね、すごい大きいのをこう形作るわけですよ。いやいやいやみたいなんでね、私実はってカバンから出してみると、まあペットボトルの500ミリかな、350かな、とにかく小さい、俗に言う小さいペットボトルのサイズとほぼ一緒なんですね、皆さん。なのでね、今のメイさん言いましたように、こうあの持ち運びがあのとても簡単で、充電式ですので、うん、あの時間さえあればって、いちいち時間を作らなくても、ながら運転、ながらおねららで、あの、ね、使っていただける、いうのがね、水素ドクター水素ボトルのいいところですよ ね、はい。まあ、あの最近はね、あの業務用が昨年年末に発売されて以来、まあすごいんですよこれが。ドクター水素ボトル自体ですごいすごいってみんなが言ってるのに、その60倍の量がドカーンと出てくるから、30分吸うだけでドクター水素ボトル3時間吸った以上の感じが体感として残るので、はあ、それこそ病院とかにも売れてますしね、いろんなサロンだとか、はあ、あと有名な芸能人の方々が、はあ、あのあるダンスチームなんかで皆さんよく知ってる方なんかの軒並み買ってくださったりとかね、すっごい売れてます、はあ、もうあれですかね、ドクター、今までだったらこう一人だったのが100人ぐらいドクターがこういるね。まああのね、あの差し込み口も2つになってるんでね、業務用の場合は、はい、でそれをまた分岐しても水素の量が多いんで、うん、大人数で例えば野球チーム全員でみんなが同時に吸うなんてこともできるで、うん、そういった需要にも対応したっていうことかな。なるほどですね、はい、それもすごいです、はい、WOO イーストなのかね、ドクター水素ボトルなのか、あの検索してね、調べてみていただくと、その辺の今ね、補助さんおっしゃったこう業務用のね、高濃度水素ガス発生機器の、ね、出てますから。そうですね、あの個人で手が届く値段なので、うん、業務用とは言ってますが、あのちょっとねプレミアムな感じで使いたい方はそっちでもいいと思います、うん、そうですよね、はい。まあ、ますますね、ご長寿社会に向けてというところもありますし、これをお聞きの方々が、ああ、なんかあの人ちょっとね具合悪そうねっていう方にね、もうちらっとお伝えいただけたらね、うん、いいかなとも思っていますね。メイさんのお知り合いの方のねお話もうちょっとね伺いたかった気もしますけれどもね、はい、うん、まだいっぱいありそうでね思ってますが、何かあの北条さんもね、あのドバイネタもこの間だいぶ探したんですが、ね、はい、ここ最近は何かあったりしますか。そうですね、まあ、あの、とにかくこのね業務用のリアクションがみんなすごいんでね、う、30分吸って大阪から岡山に帰ろうとしたら老眼鏡かけるの忘れてましたって終わってから電話かかってきて、でしかもそれがその翌日だったんですけど、結局10日間ぐらいその状態が続いたって後で言ってました。強烈みたいです。多いですね、確かに早いですよね。早いね、あっという間だもんね、うん、ぜひあの
試してみてください。いやいやね、あの私もね、あの笑い方に気をつけながら今息を吸いながら笑ったりもしてみたんですけども笑っちゃう、そのねクラクラしちゃうほどのこうね、あのなんていうか、ドクター水素ボトルね、皆さん気になった方はぜひお問い合わせいただけたらと思います。じゃあ今週もね、お届けしましたのは、WO イーストの北条政宏さんと、東京からゲストをお迎えしましたトトロのメイさんでした。またぜひご出演よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。